どうも、僕監督です。今日はですね、UEFA チャンピオンズリーグスターズ、グランドフィナーレ、欧州クラブナンバーワンをかけた戦いも、いよいよ決勝戦、最終決戦の地ベルリンでビッグイヤーを掲げるのは、マイクラブもこの大一番に合わせて、UEFA チャンピオンズリーグ、第4弾キャンペーンを開催。開催期間は6月4日から6月11日。メンテナンスなどの影響により開催期間が前後する可能性がございます。ということでね、この期間限定スペシャルエージェント、UEFA チャンピオンズリーグスターズファイナル、UEFA チャンピオンズリーグ決勝に進出した2クラブの所属選手、プラス 2014UEFA ベストイレブン、この中から選手を獲得できるっていうガチャ、回していきたいと思います。すごいですね、このガチャ。2クラブなんでね、つまりバルセロナとユベントス、この2チームからね、しか、それとウェファの、ベストイレブン、その中からしか選手が出ないという、すごいガチャです。この日のためにね、バルセロナとユベントスの選手、1人も放出せずにやっております。ということは、やっぱり目玉選手は、ね、メッシ、ネイマール、スアレスとね、イニエスタ、一応ブスケッツとジェラール・ピケ、その辺が、確実に手に入るんじゃないかと思っているんですけど、さてどうなんでしょうかね。この日のために1万円、現実の1万円を変えちゃいましたよ。はい、今12,105、マイコインだかなあります。それとユベントスの選手はね、パラパラと何人か、今ちょっと選手名鑑見てるんですけど、イベントスは微妙ですね。ピルロ、テベス、その辺、あとブフォンかな、一応が目玉になりそうな感じですけど、早速じゃあ引いていきたいと思います。選手枠はね、多分10人ぐらい空きがあったかな。ポジションとこれですね。これ上から3つ目のこのガチャです。ちょっと上から3つ目ってところにやや悪意を感じますけどね。これ間違ってこの上の2つとか回しちゃいそうですけど、とりあえず回していきたいと思います。さあ、行っちゃいましょうか。はい、行きます。はい、とりあえずね、1万マイコインあるんでね、絶対当たると思いますよ。メッシね、今考えてるんだ。お、アディダスだ。ほら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 、走ってる走ってるよ、走ってるけどちょっと見当つかないぞこれ。あれ、トンクロス、これはまあ全然いいんですけど、これは一応ベストイレブンに入ってた選手なのかな、それとも違うガシャ回したのかな、ちょっとわかんないですけどね。まあとりあえず第1弾トニクロス獲得です。はい、いよいよ銀河系軍団になります。マイクラメンバーに追加。さあ、どんどん行きましょう。お、これ上に戻らないから絶対間違いないな。行きまーす。絶対メッシ、もう金とかあんまり気にしないですからね。はい、また黒です。とりあえず10人ぐらいはトントントンと。これ6辺ちゃう？ 6 辺やんか。おーおーおー、すごいなこれ。やばいじゃんこれ、いきなりだよ。これちゃんと取れてんのかな。取れてませんでした。じゃあ話にならないかな。あの動画ね。はい、少し行きましょうか。とりあえず一回セーブしちゃう？画像一回止めちゃおうか。ねえ、あと編集するから。とりあえずここでストップしましょうか。これいつも間違えてやばい。はい、ということでね、3人目の選手、スコスコ行きましょうか。はい、ここから行きまーす。あ、どうも、木監督です。知ってるか。
はい、いきます。マイクラポイントを支払う。1万円使いましたからね。はい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 、どんどん行こう、どんどん行くよ。はい、また黒です。すごいな。はい、これはセルヒオブスケツか。大当たりです。ブスケツ。もうね、確実にメッシ取りが近づいてますよ。もうだって、しょぼい選手って、まあ、ユベントスぐらいしか、思いつかないですからね、これ。はい、来ました。来ましたよ、これは。ネイマール。はい。すごいガチャだな。え？いいの？コナミさん。すげえよ、これ。さあ、行こう行こう行こう。どんどん行っちゃうよ。おっと、なんだこれ。間違えた。1枚もいらなかったな。さあ、ちょっといいのばっか行きすぎて引いてきたよ。今度はアディダス、アディダスだ。これも走りそう。走らないぞ。誰だこれ。はい、ユベントス。一応、外れのユベントスです。ユベントスでね、当たりなのって、もうピルロとポグバぐらいしか思いつかないですね。どんどん行くよ。なんか心の下、金が多くなった気がします。人間でも、使った選手を考えれば、ここだと外れを引いても、全然、よし、これ絶対メッシでしょ？メッシでしょ？ほら、来た。ほら、来たよ、やっぱり。リオネルメッシです。はい、もうすごいガチャですよ、これ。え？もうこれ多分最後だな、このガチャ。素晴らしいな。え？ここに誰か欲しい選手いるっけ？なんか、全部取っちゃったぞ。欲しいって言うならハメス・ロドリゲスとか欲しいけどな。レアル・マドリーだからな。あと、イニエスタか。ちょっとイニエスタ出るまで頑張ってみようか。すっげえよ、このガチャ。引いてない人絶対引いた方がいいよ、これ。ちょっとね、リアル・マドリーが見るのはどうかと思うけど、はい、金が来ました。はい、キーパー、あ、そうだ、キーパー欲しいんだった。思い出した。はい、これは？はい、はい、やっぱりユベントス。そうね。思い出したよ。キーパー欲しいんだ。誰だ？バルセロナとユベントスか。ブッフォン。まあ、ウェファーの方があるからね。ウェファーの、ベストイレブンのキーパーだったら相手しかないでしょ。ノイヤー。ノイヤーはね、もうずっと欲しかったんだけどね。はい。これ。ノイヤーが出たら、はい。これは、あ、ブッフォンだ。はい、走ってます。ブッフォンだからね。走ってます。はい。お。ついに、一応、正ゴールキーパーを獲得しました。でもね、まだ回しますよ。誰が何と言うぞ。バルセロナとユベントスが枯渇するまでね、行き続けましょうか。しかし、すごいガチャだなぁ。もう目玉選手全部取っちゃったよ。また来るわ。ほんとユベントスとバルセロナの選手、苦しい中、我慢して。このピルロだろ。なんかすっごいなぁ、これ。え？でも80、まあまあまあいいや。一応、登録はボランチか。はい。すっごいよ、このガチャ。もう一回行きましょうか。もう確率通りに黒は来ない。もう黒ばっかり。今んとこ引いたの金1個。何か引いたか忘れちゃった。ほら、もう、ノイヤー取ってよ。ノイヤーさん来てよ。あ、イニエスタも来ちゃったよ。これすごいって、めっちゃ走るよ。もうテンションすごい上がってるもんね。おっと。はい。
なかなかだな、イニエスタ。思ってたよりは、そんなに上手くないのかな。まあでも、一応欲しかった選手だから。文句は言わないよ。はいはいはい。ノイアさん、来てくださいよ。上の方のガチャとかの参加いいのかな。ドラグマブルとかっていうか、一番ちょっともったいなかったな。こんなにもお金かかった。はい、なんか来ました。誰でしょうか。なんか、ここも検討つかないぞ。はい、レアルマドリード戦で決勝ゴール決めたっていう。あ、決勝ゴールじゃないか。同点だ。まあまあ、決勝ゴールみたいなもんか。モラタ。うん、ちょっと、不甲斐ない能力ですよね。はい、もう、選手いすぎて困っちゃうな。まあ、嬉しいひねってやつ。はい。なんか、ここの下、金が多いな。間違いなく金が多いな。まあ、ノイアまだいいでしょ。バカだ、でも、あと残りいるんだろうな。ベストイレブンと。なんだこれ。見たことないぞ。マートリだって。はい、お米が炊けました。そうこうしてる間に。まだ、いけるか？もうとりあえず引ける分だけ引こう。テンションね。ほんとよかったよ。こんなガチャ来るんだったら、途中無駄遣いしないよ。はい、あ、来たよ、これ、キーパー。これ、もう、ノイヤーでしょ。来ましたよ。ほんと。ああ、最高のガチャだよ、これ。はい。ノイヤー、予告通り来ましたよ。もう、これで欲しい選手って、いないんじゃない？ねえ。誰がいるんだよ、あと。残りさ。バルセロナって。強いて言うなら、テベスとか、あと、ボグバとか。ブスケッツも取ったよな、確か。どうだったかな。取った。だいたいもう、先発、あ、スアレスが来てないのかと。ベルメーレンとかも持ってたはずだし、ね、マテューも多分持ってなかったな。いらねえな、もう。いらないけど、お金8000万落ちちゃった。すげえガチャだな、これ。ユベントス、もうちょっと、もう一回選手名から見ましょうか。ユベントスね。うん。欲しい選手いないよ。もう、ボグバぐらい。本当に。だいたいジョレンテ、ジョレンテ持ってるし。うん。もう一回引いとこうか。とりあえずね。あ、ダメだ。はい。ということでね、とりあえず、これで8000円余っちゃった。もったいない。5000円でよかったね。うん、なんか、今ね、半額キャンペーンみたいなのやってるんですけど、半額キャンペーンみたいなのやってて、なんか、1000枚コインみたいなのが、500円みたいなので買えるみたいな、割引、半額の割引みたいな、もう、調子乗って取っちゃって、8000も余った。まあね、いやもう銀河系になりましたよ、これ本当に。見たらわかると思う。もうね、あ、綺麗に並んでる。はい、ちょっとセントラル、あ、センターフォワードはちょっとここあれですけどね。ベンゼマ、うん、心もとない、そう、心もとないですけど。ベンゼマ一人。でもね、もうこの辺もできるし、あ、できないのか、メッシは。まあでも、一応できるっちゃできるか。メッシ、はい、ネイマールと。ね、この二大看板ですよ。で、ロッベン。すごいでしょ。ロッベン。で、クリアンさんは今撮ったの見たら、トニー・クロース。はい、こんなんめっちゃ欲しかったんだよね。ボランチできるんだよね、確か。うん。ディフェンシブミッドフィルダー使えるし。ディフェンシブミッドフィルダー出てるからね。で、あれだよ。ちょっと誰がいいのかわかんねえな。いや、イニエスタ、ほら。イニエスタ。もう見せびらかすよ。ピルロ。はい、ピルロ。ブスケツ。ブスケツはピルロだけど。こ
ほら、すごいわ。あ、すげえな。もうビーストシュタイナーとかも引いたね。大体多いでしょ、ほら。バルセロナとかの選手。置いてたからね。ジョルディ・アルバ持ってたんだ。うん。すげえよ、本当に。まあ、ディフェンスはね、かなり揃ってるからね。多分取ってなかったと思う。やっぱこれね、ノイアー、ブッフォン。はい。大満足ですよ、これ。もう惜しい選手いないっていうぐらいねえです。はい。ということでね、今回のチャンピオンズリーグガチャ、これはかなり熱いです。皆さん、まあ、ご利用は計画的に。はい、ボッ監督でした。大きに。相撲、肘の高さまで。はい、どうも、ボッ監督です。今日はね、例の CL ガチャ、はい、あと7つ空きを作ったんで、回していきたいと思います、また。はい、今の間にね、2014 UEFA ベスト11っていうの、調べてみたんですけど、これも現実のもの、現実の UEFA ベスト11だね、2014年の。ゴールキーパー、ノイア、ディフェンダー、セルヒオ・ラモス、ラーム、アラバ、ディエゴ・ゴディン、で、ミッドフィルダー、ロッベン、ディマリア、トニクロス、フォワード、クリロナ、メッシ、イブラヒモビッチと、まあ、こんな感じになったんですね。知らなかったんですけど、ちょっとゴディンだけ持ってたか忘れちゃったんだけど、あ、持ってないのって言ったら、このイブラヒモビッチとゴディンぐらいなんですね。それでもね、やっぱりね、もう一回センターフォワード取っちゃいましょうかということで、回していきたいと思います。せっかく8800円も残ってるんでね。はい。じゃあ早速、回しちゃいましょうか。7人取れるんでね。あと7回延長戦ということで、まあ気軽に見てきてください。はい。では、2つ目いきまーす。はい。正直ね、もう欲しい選手ね。ドラフってるからね。強いて言うなら、ボグバ、いきなり出たよ、これ。欲しいユータ選手、いきなり出たよ。やべえ。イブラヒモビッチ。もう、全部取っちゃいました。はい。総合地94。もう、超銀河ですね。これで負けたらもうなんか言い訳のしようがないぐらいの銀河系になっちゃいました。ほんと申し訳ない。ゴディーンはいるかどうかわかんないけど、結局ね、全部並べれますね、選手。すげえな。マジすごいよ。ロッベン、なんか中盤にロッベンとか使ってたのちょっと難しいですけどね。とりあえず追加。2人目回しちゃいましょうか。もうなんかね、こっち回したい気分ですけどね。とりあえず2人目もこっち行きましょうか。はい、行きます。ちなみにあれはいないんだよな。ドルトムントが多分登録されてない可能性が高いですね。はい。これはラ、なんだかな、バルセロナのラ、そう、ラケティッチ。クロアチア代表、ラケティッチ。はい、あんまり知らないんですけどね、この選手。なんか大事なとこではシャビに変えられるみたいな、はい、話はとても聞いたことがあります。はい。もう、すんごいガチだよ、これ。ほんと。一応、誰が欲しいんだったっけ、誰もいらないか。スワーレス。待てよ、スワーレスと、ボグバぐらいだなと。だいたい言ったら当たるからね。もう一回回しちゃえや。ボグバぐらい。ボグパーのやつ。あんまり知らないけど。なんか、奇跡の目玉選手みたいな感じですけどね、今シーズン。はい。これなんか、あれじゃん。また走ってるよ。また走ってるよね。ビダルだ。はい。
なんかもう使いようがない選手ばっかりしかいないですよ。もう外れないな、このガチャ。やっぱね、バルセロナとね、ユベントス選手ね、かなり置いといたからね、外れないんですよ。はい。あの、カイジの上でパチンコで、あの、沼か。沼のパチンコで、ガーッと弾を押し出したみたいな。こんな感じですね。お、スパイクはかっこいいぞ。金色みたい。これはね、ユベントス選手です。あ、これ。前いたな。前いた。首にしたんだ。戻ってきちゃったよ。こんな選手も、唯一いたみたいですね。はい。では行きましょう。っていうかね、GP がね、今、選手枠を、あの、減っちゃったんで、ないんですよ。GP、GP。マルセーラ、もう取り尽くしたもんな。いますか、女。よく、そう。あの選手が残ったもんです。はい、ナイキのテベスだ。また走ってるよ。走りまくりだよ。今までなんでこんなに走らなかったのっていうぐらい。はい、テベスです。もう選手はすごい溢れ返ってます。はい。もう一回だけ回して。これでもう最後にしましょう。最後、ボグバ取って終わるぞ。あ、最後だったかな？持っても最後っぽいですよね。はい。また黒です。パズルなしだと。最高のガチです。はい。ジェラール・ピケです、これ。また走ってますよ。走り倒してますよ。はい。すっげえガチャだよ、これ。おぉ。でかいな。テクニック85。スピードはマッパないんだけど。まあ、ね。なんかあんまり今シーズンはいい噂聞かなかったですけど、結局ね、バルセロナはね、まあ強かったってことですよ。なんか途中ボコボコに書かれてますけどね、記事には。まだ行きましたわ。はい。本当の本当の最後だと思います。僕は、実際、いらないですけどね。一応ね、一応ね、一応ね、ああ、最後聞いた。もう、しょうがない。大体ね、バルセロナ、イベント、あ、首にした経験があります。バルトラ。はい。もうなんか、すっごい回しましたね。はい。やっぱりダメでした。7000マイコイン、余っちゃいましたよ。あとね、これ監督とかも今全部出てるんだけど、上3つ持ってるから。下は微妙だけどね。このね、フォーメーションっていうのは多分ね、コロコロ変わっちゃうんだと思いますけど。まあ、ベップ、アルデッキ、セナウの、クビになりましたけどね。この真ん中の人は。かわいそうに。はい。これ持ってた。でも、このフォーメーションがね、うちのグアルデュラはね、343なんでね。こっちのグアルデュラ欲しいよね。560だけ。ほら、これ欲しいんですけど、どうでしょう。今ね、スクビにして取っちゃう。それもありでしょ。でもこいつもだよ。フォーメーションが違うんだよね。このフォーメーションのやつ欲しいよな。どう考えても。しようなぁ。取っちゃう？まあ、それはまあ、今回の動画とは趣旨が違うんで。とりあえずね。なんかお金も余っちゃいましたし、もう一回回しますよ。なんか、もう、いらねえや。あの、僕は。この辺ね、クビにしてね。お金はたくさんあるから。もう、取るとこないから。一人。二人目は、誰にしようかな。この辺いらないな、絶対。マートリもいらないな。そんなイベント好きじゃないんですよ。だからね、もう、こんなん絶対いらないですからね。使うことないですから。
置いておくだけ見ます。大体バックアップというのは、選手は2人いたらね、それでこと足りるんでね、ほら、バルセロナのキーパーも、ここに、ブラーボと手足受け、手足提言、いますから、取りようが、他に当たりようがなかったんですね。これ、バルドラさっき言ってました。当然ですね、もう一つです。これで3人目。いつもみたいなガチャになるのかな。これも放出です。もう引きませんから。あれは残念でしたけど、誰だったっけ、バルセロナのセンターフォワード、センターフォワードって大体うち枠1人しかいないんでね、1人というか、まあどのフォーメーションも1人しかいないんで、いうやつがいないんですよ。2人いれば十分。ベンゼマとイブラヒモビッチで、これも賄いえるか。このすごいな、テクニック。そうだ、なんか言ってたな。スピードあるのかみたいな話を、なんかこの前、してましたけど、僕。スピードはそれほどなかったですね。本当になんかぶっちぎられること、たまにありましたけど。はい。すごい能力ですよ。いずれにしてもね。とりあえず3人開けました。あと2人。あと2人開けようと思います。大体こんな選手を組みする動画見ても面白くないですかね。とりあえず4人目、彼です。また放出です。すいませんけどね。はい。ねえ、すごいね、これ。あと1人ぐらいね。秋を作っていきたいと思います。今度はね、真ん中のガチャ引こうと思うんでね、ベスト10、ベスト16の13チームだから、バルセロナとかはもう必要なくなりましたんで、もうこれ以上引いてもちょっと当たる気がしないですからね。はい、5人開きました。5回回しましょう。1000枚コインっていうか、マイコインであったのかな、これ。トップエージェント、これです。UEFA チャンピオンズリーグスターズ、これいつも発音おかしくなるな。UEFA チャンピオンズリーグスターズ、ラウンド16、13クラブズスペシャル。これいきましょう。これだったらね、まだマドリー、獲得しない選手。ハメス・ロドリゲスだとか、ベイルとか、いるんでね。はい。これ、いっちゃいましょう。これ、間違うと大変なことになりますね。GP もちょっと今の放出で、空きが出、1万 GP なりましたからね。行きましょう。5選手、1人目。この、黒多いな。さっきのなんか3、すごいキンキンした、だいぶ違う。また黒でナイキがなんか顔が期待できない、ね、ちょっとメッシーにでするのクロアチアするの、これでもキッパーラフト、まあ普通のガチャってこんなもんなんですよ。もうこんな当たりでもやっぱりね、バルセロナとあれだけに特化したガチャって、ユベントスだけに特化したガチャってのはすごい。しかも、金色ばっかりあってたからね。それはもうすごいですね。戻ってる選手って。すごいね。はい。アディダス。期待の持てるアディダス。なんか見たことある選手でしょ。お、違う。誰だこれ。ラムジー。アーセナルのラムジー。はい。なんかね、うーんって感じの選手が当たりますよね。黒でもね。まあでもね。次は3人目なのか、多分3人目だ。でも全部黒だな。あったらって言いたいところが黒でも黒です。なんかこういうガチャを吹くゲームみたいな。あ、これあれ。外れのシューズみたいな。カニ。はい。カニさんです。
あ、パッと出てこないな、この選手。誰だったっけ？まあね、アトレティコなんです。はい、次4人目いきましょう。もうね、今のやつはね、知らなきゃ意味がないんですよ。知らない選手はいらないよ。はい、ない。ああ、キーパーだ、これ。全く顔に見覚えがなかった。当然知らない選手。シュチェシュニ総合値82のポーランドのノースロンドンから、アーセナル選手。なんかアーセナル率高いな。マドリ、はい、すいません。マドリさん途中で切れました。アズの編集するのも大丈夫です。ああ、ダメだ。キーが当たった。本当にキーが当たって終わるのに、なんか、靴めっちゃかっこいいぞ。ごっつい、ごっつい顔。リアル。はい。アーセナル率高いです。引いちゃう？あれ？なんで引けんの？あれ？あ、もう一回引けるぞ。引けるんだったら引こうか。ねえ、いけるんだったら引かなきゃね。なんか知らないうちに6人ぐらいファイトした。さすがに筋肉高いな、今の集団的なのって。プロが手に入るというわけでもない。筋肉チクショー、チクショー。なんだよこのテンパ。ここ2個、おっ、書きたいんですよ。これね、日本人選手ね、初めてなんですよ。初めてかな。柿谷明一郎。これはね、なんかいいな。日本人が当たるの、あ、本田圭佑がいるや。はい、やっぱりね。なんかもうちょっといけそうな気がする。この延長戦のガチャ。延長戦とか言いながら、もうなんか残り5000枚コインになっちゃった。黒でビシッとね、なんかハメス・ロドリゲスでも取って終わりましょうか。ビシッと。ただモラタをクビにするのはちょっと惜しい気がして、マートにもなんか惜しい気がします。使わないんですけどね、この辺がいるから絶対使わないですけどね。でもね、あれだ、なんていうのかな、あ、そうそう、コンピューター戦？あれやったらね、いるからね、もうなんか誰を解雇していいのか全くわからないね。できたらあれ、マンチェスターユナイテッドの選手はね、今回チャンピオンズに出てないから全く当たらないんですよ。あ、これ、いらない、見つけたよ。もうなんかすごい金マンチームになってきて、すごいね。ガビとカになったかな。誰か欲しい選手って、あれ、これ、あ、シャラメンディだ。なんかあれに出たよ。この辺絶対いらないな。これね、めっちゃ使ったんですよ、昔。昔というかね、先週来る前の、ね、だから17ゴールも上げたんです。ほら、113試合。契約期間7試合。なんか、こういう選手ってね、手放すのがすっごい惜しいっすわ。だからちょっと残してあげたいんだけどなぁ。この辺が絶対いらないよな。チャンピオンズに出たっけ？マラガって。でもね、ボランチね。あー、どうだろう、悩むな。やっぱりあれ。彼ね、ノーフォークシティってどこか僕知らないですから。ああ、パッと行っちゃったね。知らない選手は。あ、これだ。で、ジェンレね。イベントその。でも、こんな選手でもね、コンピューター戦やったら出してやっても、あ、ゴディンもいるわ。いるわ、いるわ。全部選手はいますわ。
もうね、ディフェンダーでね、もう主要なとこっていないっしょ、これ。こんだけ集まったら。あ、あと一人、ダビド・ルイス。彼だけがまだ来てないですね。あと思いつくの言ったらそれぐらいですね。うん、誰だよ。オグボンナ。インディ。ポルト、あ、出てたな。ミュンヘン、バリエル・ミュンヘンを、あと一本のとこまで追い詰めた、ね。追い詰めたかどうかわからないですけど。追い詰めた風の。ウルグはイベントです。これ、彼いらないです。やめときましょう。人相が悪いんで。こんなことやってて、こんな、あ、やってよ。こんなこと言ってて大丈夫か？ブラーボ。手足。これがね、なんか、すごい活躍したみたいなこと言ってたけどね。とりあえず、こんだけいきますか。そうですね。あとはもう、おしまいですよ、ガチャ。もうこんだけ取ったらね、引く意味がないですよね。寂しいよね、ガチャ回さないようになるっていうのは。うん、こんな、もったいないな。すごい大盤振る舞いですよ。今何聞こえてた？はい。コナミさんね、大盤振る舞い。っていうかもう、もうすぐ続編、ウィレの2016が出るかもしれない。もうすぐというか、まだまだ先ですけど、また11月とかだと思いますけど、もうね、半分以上経過したのかな。あとだから、7、8、9、10、11だから、あと5ヶ月か。もうね、末期だって、ウィレ2015、末期状態になってきてるんで、人がいなくなってきました。だから、マッチングもなかなかしない。なんか盛り上がってくればいいですけどね。はい。誰だこれまた。エウデルソン。はい。ナイジェリア代表。能力はいいぞ、これ。使えないですけどね。はい、コンピューター専用品です。やっぱりね、ちょっとレアルマドリーの選手持ちすぎてるから、当たんないなぁ。関係ないですけどね。とりあえずこのキックのところは超えたらね。あそこのプレーの下に行って、ああ、ちょっと、行き過ぎ出るよ。はい、キーパーです。キーパーがやってきました。誰ですか？おお、今度はモナコ来てるよ、モナコの大群が。まだ引いたらモナコとか出るんじゃないの？なんか、これ。なんか言わないでか。多分最後。これです。最後は黒。これで締めれるのは嬉しい。ナイキでこれは見たことあるぞ。走ってるもん。ただ遠目なので誰か確認できない。髪の毛が短くて分からなかった。モドリッチだ。嬉しいな、これは。完璧だよ。いやー。嬉しいなー。はい。ということで、ございました。はい。素晴らしい選手と、もう素晴らしい監督に囲まれて、あ、僕は僕監督って言うんですけど、もう素晴らしい強いチームになりましたよ。まあ、これをまとめるのが、僕の仕事ですけどね。仕事というか、仕事は別にやってるんですけど、ゲームなんでね。はい、すごいメンツが揃いました。イブラヒモビッチ、ベンゼマ、メッシ、ネイマール、はい、テベス、そしてロッベンに、すごいな。クリロナ。はい。ディマリア、ゲッツェ、トニクロース、スナイデル。もはやスナイデルを使ってるのが、バカらしくなってきたな、これ。デイスコは言い過ぎだな。いい選手。とは、やっぱね、欲しい選手思いついたよ。めちゃくちゃ速いやつ。誰だったっけ？
まあ、あとでいいでしょ。エジル。イニエスタ、モドリッチ。まあ、一応、ビダル。そして、シャビ。ピルロに。ん？ちょっとボランチ薄いんじゃない？ああ、トニークロスがいるのか。ラーム。いらない選手発見したら、まあいいや。アラブ。アラバ。あれ？左サイドバックって選手いないじゃん。よく考えたらサイドバックいないよね。っていうか、いい選手とサイドバックって思いつかないもんな。2番手って言ったらもうダニエル・アーベスとかになっちゃうのかな。思いつかないですね。左サイドバックも。アラバと、ジョルディ・アルバ。マルセロとかね。あんまり思いつかないですね、サイドバックって。すっげえ、いう選手。セルヒュ・ラモス、チアゴ・シューバ、ゴディン、ジェラルド・ピケ、ペペ。このセンターバックすごいよ。キエリーニから。ここまでかな。あとはキーパー、ノイア、ブッフォン、カシージャスも欲しかったけど、もうでもそんな文句言ってられないよ。これはもう、この2人が出たらキーパー、ポジション1個しかないですからね。1人が出たら絶対出れない。はい。彼、スキル持ってないよ。低弾道パントキックみたいなの持ってないです。はい。ということでね、素晴らしい選手が集いました。もうこれでガチャ回すのは最後かもしれません。はい。ということでね、やっぱりね、この CL ガチャ、すっごいガチャです。このガチャです。 UEFA チャンピオンズリーグスターズファイナルスペシャル。このガチャね、皆さんも引いてみてください。絶対すごい選手は多分。ちなみにね、周りもみんな多分ね、引いたらね、銀河系軍団になっちゃうからね。銀河対銀河で。結局、まあでも自分が使えるっていうのが一番嬉しいんですけど、もう引きすぎてね、6.4%になりましたよ。もうほぼ金みたいな。えぐいです。もう、回すことはありません。はい。ということで、すっごいガチャです。ボッカン監督でした。お気に入り。